はい、ご飯名物の唐揚げ、こいつがうまいですね。ほんでこれが噂の黒醤油ラーメン来ました。今日はチャーシュー麺肉4杯、それの味玉メンマトッピング、豪華版ですよこれ。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインに、たまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。京都へおいだす、どうも店業と秋です。はい、今日は京都の人気ラーメン店にやってきたぞ。はい、もう京都ではね、今や3店舗かなあるんですけどね、1店舗目は七条京阪の近所、そこから生まれて、あと上京の方にもあったと思うんだけど、はい、今日は八条店にやってきました。ほんで今回は視聴者様のリクエストで、なんとこの八条口店限定で、ブラックラーメンがいただけるそうで、そのブラックがむちゃくちゃうまかったということで、今から乗り込ませていただきたいと思います。ブラックといったら、はい、僕もライバルになるかもしれませんけども、はい、正直な食レポで今から向かっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。そしたら行ってくるぜ。ゴーゴーゴー、トーレプールゴー、レッツゴー。行ってきます。いや、店の横に駐車場いっぱいありますね、これ。こんなんあったやん。行ってきます。行くよ。今日はラーメン、ボンボ、八条口店。はい、どうも。おしゃれやな、ビールやら。おお。いろいろあるんですけど、今日はこれやな、こいつやな、黒醤油ラーメン、八条店限定の京都ブラックラーメン、醤油ベースのスープですということですね。こいつですわ。はい、これのチャーシュー麺、これいこう。名物の唐揚げセットもいこうか。唐揚げ名物なんですよ。むちゃくちゃうまいですよ、ボンボさんの唐揚げ。はい、唐揚げも行く。はい、行きましたよ、ボンボ八条店。もうほんま視聴者様はいろんなラーメンを知ってますね。僕も知らなかったですよ。はい、ここ限定のブラックがあるということは。はい、いや楽しみですね。どんなの。ここはね、鶏豚骨のスープでほんまにまろやかな美味しい、はい、背脂ちゃっちゃけのラーメンがレギュラーなんで、この黒醤油どんな味するんでしょうかね。はい、今日はチャーシュー麺肉4杯の、はい、チャーシュー麺に頼みましたね。はい、あとは名物唐揚げ、ハーブとご飯のセットやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。そしたら来ましたよ、八条店限定の黒醤油ブラックラーメン。はい、こちら今日は、名物の唐揚げ、ハーブとご飯のセット350円。はい、ご飯名物の唐揚げ、こいつがうまいですね。ボンボさんの唐揚げ間違いなくうまいですよ、これ。よくね、もう飲んだ帰りに締めの唐揚げとビールで、はい、たまに七条店で飲んだりするんですけど、それぐらいうまい。はい、ほんでこれが噂の黒醤油ラーメン来ました。今日はチャーシュー麺肉4杯、それの味玉メンマトッピング、豪華版ですよこれ。来ました。こちらの醤油は五香醤油、京都を代表する新福菜館や第一朝日ラーメン富士と同じ醤油になってます。はい、こいつはうまいやろこれ。スープ、ブラックスープ、おーうまそうやな。うまそうやね。あの背脂ちゃっちゃけになってますね。うーん、どんな味なの。じゃあ食らっていくぞ。そしたらボンボンブラックいただきます。
おお、醤油の香りいいね。まあ熱々提供がいいね。もうこの鶏豚骨の旨味はもう変わらず醤油味にも引き継がれてますね。やっぱ普通のと比べて醤油のコクがすごいね。あー、うまいわ。背脂の甘みと醤油の鶏豚骨のまろやかなスープ、たまりません。じゃあ行くよ、チャーシュー4倍盛り。おい、いいじゃないですか。薄い目のチャーシューですけど、たくさんいただける。はい、ブラックにしっかり浸して。薄い目のチャーシューですけど、こんだけ乗ってて980円やったら、今時のラーメン屋やったら神やろー。はい、なります。うん、非常に食べやすいレアチャーシュー。食感はハムみたいでね、しっかりチャーシューの味がしてます。美味しい。そしたら麺いこう。麺はね、ボンボさんの美味しい細麺、綺麗に整頓されてますね。麺はどこの麺だろうな、ちょっとわからないですけど、いただきます。麺はね、恵比寿川たことさんの麺です。もともと蕎麦とかそういうような感じで作られた製麺所みたいで、はい、しっかりブラックスープが染み込んでますよ。バーゲームじゃない。うん、おいしい細めですよ。このね、コシがあってしっかり硬い目で入れられて、歯ごたえが非常に豊かな麺になってます。じゃあ名物の唐揚げいきます。唐揚げですよ、唐揚げ。ハーブでもたくさん入ってるよこれ唐揚げ。これで350円は安いやろ。はい、うーん、まっ、うん、もうなんていうか、もう独特なんですよね、タレの味が染み込んで。まあ、強いて言えば昔の名物からですよね。やっぱラーメン屋はこれぐらい味の濃い唐揚げがうまいな。うん、うん、米と合うわ。味変のアイテムもね、いろいろあるんですよ。山椒もあれば、一味、胡椒、ヤンニン、こいつなんだ、ニンニクかな、出てきます。ブラックの一味、胡椒。まあブラックって言ってもね、正直言うてチャッチャ系の味を崩してないブラックになってますね。はい、なんか非常に珍しいんちゃうかな、このチャッチャ系のこの醤油ブラックの。うん、味は濃いめ、もうガツンとパンチがあります。味はかなり濃い、味玉。うん、この味玉神やな。この色よ、美しすぎでしょこれ。うん、チャーシューもうまいな。レアチャーシューは合うで、このスープに。ヤンニン投入、ニンニクもいくわ。うん、あ、ヤンニン辛い、ヤンニン辛いわ、だいぶ辛いでこれ。
辛いの好きな人にはいいで。うん、ああうまいわ。うまいわ、この唐揚げ。ラーメンもうまいけど唐揚げがうまい、ほんま。この唐揚げなんでこんなにうまいの。ラーメン屋の唐揚げの中では、俺の中ではもう一気に入るうまさです、ほんま。おすすめです。この大きめのチャッチャゲの、おい、うまいわ。いやー、ラーメン屋帰りは米がうまい。いやー、うまかったな。やっぱ京都を代表する五香北醤油さんが使われてるだけあって美味しいわ。はい、これあのブラックって言ってもチャッチャ系の味を生かしたブラックなんで、はい、チャッチャ系好きな人にはバッチリだと思います。はい、いや辛いがもう最強ですね。はい、むちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、ということでごちそうさまでした。ラーメン屋帰りのラーメンはやっぱりうまい。はい、最高です。はい、ここの醤油のあのブラックはほんま背脂チャッチャのうまい部分を崩さずに、はい、さらに美味しい醤油のコクの入ったチャッチャ系になってましたんで、また違うブラックですわ。いや、美味しかった。ほんで唐揚げがやっぱりうまいね、ここは。はい、ということで、はい、八丈限定のブラックボンボがありますんで、皆さんよかったら食べに来ていただきたいと思います。ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛してます。ありがとうございました。じゃあ行くぞ。ありがとうございました。